おお、肉汁もやばい。おはようございます、スイークラブのスミです。今日は世界一肉を美味しく食べる方法を教えます。いや、見つけちゃったんですよ、この前ね、偶然たまたま。でも簡単、使うのはお肉と塩コショウだけなんですけど、ちょっといきましょう。よーし、うん、まずはね、ちょっとこう気合を入れるためにね、いっちゃいますか。じゃあ、いただきます。俺いつもさ、口つけて飲んでるやん、うん、なんか熟成されてんのかな、なんかうまいよ。え、甘い、なんか、え、マジでちょっとね、あー、くるわ、あ、うおー、いいね。今回使う材料はですね、283円のステーキ、塩コショウだね、これ。いや、これがね、俺最近思った、いっちゃうまいの。アウトドアスパイスとかいっぱいキャンプ系でも出てると思うんだけど、これが一番うまいですね。これだけですね、使うのは。あともう一個ね、隠し味があるんですよ、炭ですね、炭。いや、マジ炭で焼いた肉って世界一うまいと思ってんだけど。いい音。もうちょい行く。バイバイ。これ280円ってのはまたすごいよね。すごい。多い方がうまいのよ、塩コショウは。くー、肉がね、語りかけてくれるから、その時を待つ。まだなんだよ。で、一回ね、これ網とかに張り付いちゃうことあるから、こう叩いたりとか、一回ね、剥がしてあげるとね、いいよ、肉を。こう一回ね、こう一回ね、こういい感じだと思う。あ、いいね、返します。うお、ここのさ、網のさ、これエロくない？こっち側ね、あんまり。もう一回返しますよ。あー、こっち側もいい。肉汁もやばいです、やばいですね。ってかもう、いや、これ300円のステーキ肉よ。いや、もう、いや、もう酒が進みますよ。うわ、じゃあいただきます。うまい。マジ炭火焼き最強でしょ。ブリンブリンよ。感動して涙出そう。出ないけど。
見てこの表面、うまい。もう手についた油すらもつまみ。めっちゃめちゃうまいから、めちゃめちゃうまいから、ちょっと待ってね。酔うとね、あの感覚鈍くなるからね。あの達人だからね、こう素手でいけるんや。危ない。うわやばいねこれ。やばい。いただきます。うい。うわやばい。若いよな。うん、うん、うまっ。うん、このね、寒い中食う肉がごちそうさまでした。最後まで見てくださってありがとうございます、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、バイバイ。バイバイ。